弾いた時にあのネックの裏にちゃんと振動がもうビンビン来る感じで、コード聞いてもあの弾いても気持ちいいですし、あのサステインもすごいありますし、木の感じの音がしっかり残ってるっていうか、あのそういうアコースティックな感じもすごいして、そこにこういい具合に電気が通ってるというか、やっぱり元が木の楽器だなって改めて思いました。